どうも、ジャネガです。どうも、花尾です。ジャネガツです。見てください、この紙の皿。昨今この電子書籍化が叫ばれている時代で、はい、これほどまでに紙に依存しているこの受験界隈こんなね、文字を読まなくても国語なんて解けてしまうのではないかと。というわけで今回やりたい企画はですね、はい、リスニング長文。センター国語の長文すべて音読で解く、うん、音読を聞いて解くってことだよね、こっちサイドは。なので目標は半分は行きたい。平均点じゃないですか。平均点行きたい。120ぐらい平均点、はい、まあ年によると思いますけど。というわけで、まあ、目標はじゃあ6割と。というわけで、はい、やっていきたいと思います。はい、メイケットバトルウィズ国語なんて日本語なんてこんなことやればだんだんできるようになる。何、どういうやり方しようと思ってんの？作戦教えてよ、その試験書漢字そうっていう感じでいこうと思います。はちょっとはどういうこと作戦なんですけども、はい、先に問題を言います。あ、先に問題聞く。先に問題聞きます。はい、で、実はって入ってたらその後に大事なこと入ってます。実は実はって、あ、じゃあ実は結構大事に聞いた方がいいってこと。え、それ選択肢ですか？問題文ですか？いや、問題文、問題文。ピーンポーンパンポーン。テストです。はい、テストです。回答用紙を裏に向けてください。はい、問題は一度しか読まれません。マジですか？つら、マジですか？つら。それでは参ります。問1、はい、防戦、あから、おに相当する漢字を含むものを次の各群の1から5のうちからそれぞれ一つずつ、それぞれ一つずつ選べ。問題の準備があったらとか言うじゃん。問いに、防戦部 A、 記録メディアから剥がされた記号列とあるが、それはどういうものか資料2を踏まえて考えられる例として最も適当なものを次の1から5のうちから一つ選べ。無理じゃん。1番漢字が分からん。漢字が分からん。そうああ記号列なんつった。だから記録メディアから話されたまでしか聞き取れんかった。備忘録みたいなノリ。イワークにビバーク。でもふざけてる場合じゃないです。これですかね、備忘録。資料とは。いや、資料まあまあいずれ読まれるんじゃない。資料読まれるって感じなんですか、それ本部に。まあ資料も含めてやな。問3、はい、文章における著作権に関する説明として最も適当なものを次の1から5のうちから一つ選べ。だから要は本文中で著作権について何か記述があるんでしょ。はい、そういうことです。問4、防線部 B、 表には具体的な著作物、防線、テキスト、防線について表1を再構成したものであるとあるが、その説明として最も適当なものを次の1から5のうちから一つ選べ。何言ってる。防線部って、防線部と、もう一回ちょっと何って感じ。まあまあ一旦問いがいく。うん、もう超えましたね、皆さん。これ何言ってるか。え、分からなかった。問6、はい、資料1の空欄 A に当てはまるものを、空欄 A、 どれ、次の1から6のうちから3つ選べ。はい、一旦これは問題は以上です。なるほど。これむずいな、ちょっとなんかめっちゃむずいんちゃう。4、もう一回ちょっと聞きたいけど、めっちゃむずいんちゃう、めっちゃむずいんちゃう。では、文章を読みます。はい、はい、段落1、著作者は最初の作品を何らかの実態、記録メディアに載せて発表する。だが、著作権法は著作物を頑丈な概念として扱う、うんうん、段落4、もう一言、それは神話、叙事詩、叙情詩、法典、経典、アンプ、ミニアンプ。おい、ちょっと僕むずいんやけど。あー、うんうん、ノイズが出てます。ノイズが出てます。でもいいっすよ、いいっすよ。まあミニアンプですからね、ノイズありませんもちろん。以上。意外と中身入ってきたわ。大体わかりましたね。意外と中身入ってきた。はい、ちょっとなんか最初もきつかったんですけど、後半もわかりました。確かに後半はなんか結構なんか、まあ俺らもよく、まあ、要するに花岡、俺らもよくモザイクで花岡念願かってこと。それもですね。要するにそういうことやね。やってるな。はい、じゃあこっからなんやね。では問2の選択肢1、実演、レコード、放送。1なんつったか、あ、聞こえなくて。なんか実演、レコード、
文化的。なんか1だけちょっと浮いてますけど、ね、この彼は。2はさ、途中なんつった、はい、手書きの原稿の印刷ですね。の印刷。運動客観的に、はい、で、しかも誰でも作れるもの。だから理工系論文出ますね。理工系論文が俺で、あいつが叙述詩みたいな。ね、で、この問題は俺についての問題やから、俺がやりそうなことです。選択肢になればいいところです。そういうことです。じゃあ1にします。じゃあ1にしましょう。はい。よし、はい。問3選択肢。はい。1番は違いましたね。1番は違った。1番はだって、1番なんつったっけ ?1 番なんか利用が許可なしで起きてみたいな。あ、それで、でもあれは使用の話やし。ホットスコールはダメだけど、肉汁ドッキリは OK。そういうことです。そういうことです。肉汁ドッキリ真似したら、あのパクリやんけ。って言われる。そういうことよ。それが著作権ってことやから。だから5番じゃない？ 5 番だと思います。いかに価値が、その価値が希少性か。じゃあ5っすね。ここで。ああ、まあ読んだ僕は全く覚えてませんね、ちなみに。いや、10、でもさ、結構終盤やったよ、それ言ったの。はい、マジか。価値とは希少性だ、価値とは希少性か。資料1、タイトル、著作権のいろは。例外となるための条件っていうのが、普通は著作権として保護されるけど、使ってもいいよっていうなる例外があるんやけど、例外となるための条件、これはもはや YouTube のコンプライアンス研修みたいな。実際いい問題選んでるね。1番、原曲にアレンジを加えたパロディーとして演奏すること。まさに大水。まさに大水。あれ、でもあれも引っかかってましたね、確か。はい、まだ引っかかってるんちゃうかな。うん、じゃあダメか。はい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 、まさに大水。まさに大水です。この中の3つはやってもいいんでしょ。これむずくね。そうですね、うん、これでも、氷酸のこと言ってると思うんですよ。氷酸って何？氷酸酸ですか？違う、氷一、氷二、氷酸。あ、氷酸。氷一、氷二、氷酸。そりゃそうだけど、氷酸ないっすか、今回。あ、氷酸、これ多分利用目的、そのまま著作物、はい、なんかでもちょっと、かけたとことかけなかったとこがありそうなんですよね。そう、なんかこれ、リスニングがどういう風に思われてるかわからなくて、表かけなかったんですよね。まだ235じゃない？235っすね。じゃあ一旦もう、あれもあるから行きましょう。ピブマッチング。あとんじゃあちょっと。でも、俺昔より国語できるようになってる気がする。話聞いたこと、要約したことここに書いてるから、意外と頭に入ってきたというか。それでは、終了でーす。60点取れてたらでもすごいと思う。マジですごいと思う。じゃあまず大問1の問い1、正解。よし、まあ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 、よかろう。正解。よし、正解。よし、よし。残念。あー、え、4ですか。正解。よし、こっからないよ、こっからないよ、こっからないよ。ここからです、本当の勝負は。はい、問い2、防戦 A、 記録メディアから剥がされた記号列とあるが、それはどういうものか、資料2を踏まえて考えられる例として最も適当なものを次の1から5のうちから1つ選べ。せーの、1。いや、頼む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 、マジで頼む。だからレコードとか文化的なやつでしょ。てか、そもそも資料2って聞きました？いや、もう分からへん、分かんない。資料2って読みました？分かんない。いや、これまあまあ自信あんだよな、まだ。残念。ダメだ、もう終わった。これミスってのはきついわ。これマイナス8ですか？マイナス6です。あ、6、耐えてる、まあまあまあ。資料2は、記憶ないっすよ。4ではおりません。ですよね。資料には著作権法の、まああれですね。答えは、4番、はい。作曲家が音楽作品を通じて、創作的に表現した思想や感情。じゃあこれ、花尾さん側は答えなかったってこと？なんかそういう問題じゃない気がします、この問題。あ、そういうこと。著作権法は実はこの原作品の中に存在するエッセンスを引き出して著作物と定義していることになる。次、土井さん、文章における著作権に関する説明として最も適当なものを選べと。これはな、なんかこれはなんかこれ絶対取らんとあかん問題ちゃうか。いや、多分この問題、この文章分かってないってことだもんね。せーの、5番。これは当ててくれ、頼む。これ間違ったらもう先、これ間違ってたらもう怪しいよ、先。もうやばいっすよ、もうやばい。正解。よし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 。これ何点ですか、何点ですか。これ8点の。よし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 。正解。よし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 。25点です、今我々25点。おお、あ、じゃあもうあと5点取ったら、多分1個合えば多分5点あると思うんですよ。問9、次が正解してたらもうそもそも成功。確かに。
表現のやつよ、表現のやつ。ロイゴあ、そっか、あれ、あ、何でしたっけ、3、4、5は合ってるってなったよね。はい、そうですね。議論の1か2じゃないってなって、はい、2になったよね、結果的に。よし、3、4、5やったらみんなの責任ですよ。いや、そうそうね、3、4、5はみんなの責任、さすがに。1やったら僕の責任でもいいですよ。俺、1個いくと、はい、万が一4やったら、はい、俺死ぬわ。はい、死ぬ。4どんなやつでしたっけ。4は絶対合ってる。4は3も、3、4、5は3、4、5絶対絶対合ってるぐらいの感じ。自信ある。残念。正解は1番。1番。ってことは、これはとっても難しいです。第1段落第1文と第3段落第2文で用いられている棒は分かるわけ。直前の語句である何らかの実態や物理的な実態を強調し、筆者の主張に注釈を加える働きを持っていると。分かるわけない。まあでもここリスニングにしてはまあいいとこまでは言ってたよ。まあそうですね。じゃあ今現状あなた方は25点、はい、3分の2正解していないとクリアならずと、はい、いや、ね、これを外すということは YouTuber 向いてないんじゃね、お前らということですから。確かに。じゃあ一番まずちっちゃい数字1つ目から答えてください。はい、はい、せーの、2番。こちらの回答正解。あーあー、よし、よし。じゃあ2つ目の回答お願いします。せーの、3番。こちらの問題、お前ら YouTuber 失格じゃーん。まず、なんだと。でこれは要は簡単な曲でも著作権があるよってことでしょ。これは、これが言いたいのは。でもあの、面白いことに、まあ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 、ラスト最後に来てもうた。最後まで来ました。来てもうた。もしこれ最後の問題間違ってたら何するかだけは言っとく。確かに確かに。遺言を聞こう。遺言だけ言いたく、小説です6割じゃないですか。小説で6割。それマジで俺もう変えるから。もうやだ。でも視聴者に最後言いたいのは、俺なほんまに1回しか聞いてないから。ほんまにこれはめっちゃ声を大にして言いたいから。そんな、なんで1回なんですか。いやいや、1回なんだよ。めんどいからよ。じゃあ、はい、最後せーの、5番。外れれば各自でセンター小説、はい、音読でやっててください。はい、その答えは、残念。正解は2、4、6番でございます。夢か。じゃあ僕小説の読みやります。嘘、お前違えだろそんなん。お前ら全員 YouTube 収益無効化じゃん。はぁ、ということで、なんでなんで、我々50分の28.2点足りず。なんかもう、そうなん。でも演奏者に報酬が支払われなくてもさ、大元の人には支払われるみたいな言い方に聞こえたんやけど。でもそういうことじゃなくて、そういうことだね。観客から徴収しても演奏者に払われなかったらいいってことですよね。資料2を読んでいないことは結構痛かったかもしれません。資料にどういう内容だったか、著作権の法律みたいなやつ、はい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 、意外とやれますっていうのは、次は多分いけるなっていう、はいはい、しかも多分これ、うん、あの表とか資料とかと音読に向いてないところが多くて、あ、そう、それもあった。まあ、ちょっと悪問気味だったっていうのもある。ちなみに表3、タイトル、著作物の利用行為、利用目的、そのまま、著作物、固定型、展示、サイン型、上映、演奏、増殖型、なし、利用目的、複製。その表とか資料にかなりヒントがあるってことも逆に分かった。はい、それに読まれないと俺ら間違えちゃう。受験生の皆さんは小池アルスミスしないように、はい、しっかり吟味する練習を日々習すると、はい、本番は何度でも読めますからね。はい、本番は何度でも読めますよ。そこ一応使えばいいっすよ、はい、you